ょっと待って。大臣が住民安否問題の解決に向けて今月28日を軸に韓国を訪問する方向で調整していることが明らかになりました。安倍総理は今日夕方岸田外務大臣と会談し、住民安否問題の解決に向けて岸田氏が年内に韓国を訪れ、ユン・ビョンセ外相との会談を調整する方針を確認しました。また韓国政府の関係者も今月28日に日帰りでの会談を軸に調整していると明らかにしました。慰安婦問題をめぐっては先月の安倍総理とパク・クネ大統領との首脳会談で早期の妥結を目指して交渉を加速させていくことで一致しましたが、日本政府関係者はこれで最終決着ということではない、お互いいい知恵が出てくればいいと述べていて、最終的な合意に達するかどうかは不透明です。報道の日201512月30日午前11時。日本全国
present to you all. Check it out. Saturday night, Chief So Hardy. プレゼントは全て視聴者の皆さんにプレゼント。応募方法は後ほど。